2006年ノースロップが開発したキャンプスガーディアンを胴体下に装着し、モハーベでテスト中のフェデックス747から300民間航空機ミサイル保護システムは赤外線誘導ミサイルに対抗するシステム。主に15000フィート未満で飛行する民間航空機を MANPADS から守るよう設計されている。このシステムはサーブはビトロニクス。 イギリスの防衛産業であるケムリングカウンターメジャー、南アフリカのチャーター機専門会社ネイチャーリンク、アビエーションによって開発された。このシステムで使用されるデコインには、比較的低温で燃える自然発火性物質を使用しているため、イスラエルのフライトガードシステムで使用されるようなパイロテクニクスを用いた加工品である軍事用フレアからの火災や安全上の懸念などを 取り除いている。オンボードプロセッサには赤外線センサーによって検出された潜在的な脅威を分類するニューラルネットワークを使用したアルゴリズムを使用する。このシステムは2003年3月南アフリカ空軍が所有するデネル・オーバーバーグテスト上でのテストに成功している。WFP から食料輸送の委託を受けているチャーター専門会社フライメックスが所有する。 ドルニエ328に取り付けられているほか、エンブライルエンブ120、ロッキード L-100 ハーキュリーズでの採用実績も、ある。ありがとうございます。